ビクター、青山スタジオ。隣接しているのが JVC エンタテインメント本シャビル。JVC エンタテインメント株式会社は東京都渋谷区にかつて存在した日本の芸能プロダクション広告代理店。2009年1月1日、JVC ケンウッドホールディングス株式会社が音楽関連の事業を担当していたビクターエンタテインメント株式会社と タレントアーティストのマネジメント及びアニメや映像関連のビジネスを行っていた JVC エンターテインメント株式会社を音楽や映像などのエンターテインメント事業の再編を行うために統合すると発表。それに伴い2004年1月1日から続いた従来の JVC エンターテインメント株式会社は解体されることとなった。そして 各事業別に再編を行い、分社化や統合により、事業ごとの子会社を設立。音楽事業を、ビクターエンターテインメント株式会社が、従来の JVC エンターテインメントは、株式会社フライングドッグに、社名変更して存続し、アニメや映像コンテンツを担当。また、JVC エンターテインメントが行っていた、アーティストマネジメント事業は、 ビクターミュージックパブリッシング株式会社と統合し、同社が音楽著作権管理やアーティストマネジメントを担当。新設分割で生まれる JVC ネットワークス株式会社はネットワーク、配信事業を担当。同じく新設分割で生まれる JVC エンターテインメント株式会社はタレントマネジメントやキャスティング、広告代理事業を担当することとなった。 2009年6月29日、事務所を、東京都港区六本木7の18の18住友、不動産六本木通りビル2階から、東京都渋谷区神宮前にの13の19ビクター、青山ビル2階へ移転。2011年3月1日、JVC ケンウッドおよびビクターエンタテインメントから、独立し、タレント部門は別資本の新会社、ハーキュリーズ株式会社に、 事業移管された。アーティスト部門は、フォーミュラエンタテインメントに、事業上とされた上で、所属していた、田原俊彦、アラン智子、小田哲郎、相川七瀬は移籍する。2016年に、フォーミュラが撤退したことで、マネジメント会社の J ロックが新設した J、J ブレイブへ移管移籍することになった。ありがとうございます。